こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は eBay と Amazon の違い、 eBay で売った方がいいのか Amazon で売った方がいいのか、まあ、eBay はどういう特色があるのか、 Amazon はどういう特色があるのか、まあ、それについてお話します。まず、まあ、アメリカ人が日本から購入した商品、ね、人気商品トップ10、こういうのを見ると、まあ、売れてる商品は簡単にわかります。まあ、ただね、売れてる、まあ、需要があるって分かってる商品は、基本的に、大きな企業なんか供給してますんで、売れる商品イコール、売って儲かる商品ではないと。ね。大きな企業が普通に本業でやってるところに、まあ、私たちが、転売でやってもなかなか利益が取れないというのがあります。で、まあ、これ、日本のね、eBay の、サイトなんかに書いてあるんですけど、まあ、思いがけない商品が売れる。海外特有のニーズ。ある程度転売だった人にはまあ当たり前の話なんですけど、こういうのが意外に売れるというのがあります。まず自動車やバイクのパーツ、これね、新車は輸出してますけど、なかなかパーツまではね、直す人も少ないと、ね、直せる修理工場とかも少ないということで、扱ってるところが少なかったりします。だからね、パーツ、人気の車のパーツなんていうのは新品中古を含めて人気が高いです。それからフィギュア、おもちゃ、日本製カメラ、まあ、これね、まあ、定番ですね。まあ、ほぼ私なんかは、転売で商品選び、特にこれじゃなきゃいけないという商品がない方にはね、まずフィギュアやおもちゃなんかを勧めてます。それから中古のブランド品、中古商品っていうのは日本は非常にね、品質いいもの安く、手に入りますんで、これ結構ね、儲かる商品が多いです。で、売れて儲かる商品はそんな感じで、海外の、ね、購入者の方が日本製品を求める理由、これが求めてる商品、ブランドが、その国で販売されてない、これが 57.7%、まあ、ほぼ6割、これが一番大きいですね。で、次に、国内で購入するより価格が安い、高く売ってるとこしかないと。あとはね、国内で購入するより商品品質が良い、これが 28.5%。 これどういうことかね、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、例えば、フィギュアなんかを買うと、まあ、普通に海外でね、普通の通販あるいは店頭に並んでるもんだと、もう化粧箱なんていうのはね、結構傷がついてたり開けた跡があったりする商品が多いです。まあ、そういうのをね、化粧箱まできっちりした状態で欲しいというと、まあ、日本から直接買うしかないというような選択肢になってくる。あるいはね、単純に復旧品は売ってるけどね、高級品が売ってないというのもあります。まあ、ゴルフクラブなんかで言うと、復旧ブランドはあるけどね、トップブランドの新製品は入ってこないとか、日本製のクラブの場合、まあそういうこともあります。で、まあこれで商品はね、eBay にしろ Amazon にしろ、まあ出して、まあ売れる商品は売れるというのはね、シンプルに考えていいと思います。で、ただ、まあそうは言っても、やっぱり特徴がありまして、まず Amazon の特徴、これはね、販売先は Amazon。ね、アメリカになります。で、FBA を使って販売すると、まあ、もちろんね、カナダ、ヨーロッパ、まあ、いろんな国ありますけど、まあ、ただ、FBA に入れる、手間とですね、それから市場の大きさ考えると、アメリカの FBA 以外は、あまり意味がないのかなと、ね、他の国に FBA で入れるならむしろ、eBay に取り組んだ方が効率いいんじゃないのかなというふうに思います。で、FBA というのはね、アメリカ、アマゾンが、まあ一番代表的ですけど、入金確認、梱包、発送、クレーム処理まで提供してくれる。で、商品を買って送ったらですね、あとは私たちはやることはない、ほったらかしで構わないというような形です。しかし、日本品質の丁寧な梱包は無理なので、比較的安価で壊れにくいものの販売に向いてます。それとアマゾンはね、何でも扱う総合店、世界最大のスーパー、ね、ネットショップになります。で、購入者の大半は、商品に対する十分な知識はありません。そのため、例えば日本製のフィギュア、ね、ほとんどメイドインチャイナですけど、中国製と書いてあるから偽物だというようなクレームをつけられることがあります。それとね、売れる商品は月何百個、あるいはもっと売れます。そのためね、正規代理店がある商品は、その代理店の方の、脅威が大きいためですね、代理店の方もほっとけないと、結構クレームがつくことが多いです。そんなったわけでですね、ブランド管理に厳しい商品は扱わない方が無難。ですから Amazon で扱って向いている商品は、
安くて壊れにくいもの、ね、で薄利多売なんだけど、Amazon の方で、その商品のね梱包発送やってくれてるんで、一件一件の利益は、まあ、500円とか1000円でも、まあ、月何十件とかね、何百件も取引が可能という形になります。まあ、そんな商品ですから、特に商品知識はね、詳しくなくても Amazon の場合は問題ないという形になります。一方 eBay はね、アメリカ以外、アメリカはもちろんなんですけど、ヨーロッパやオーストラリア、ね、南米、中東、それから、アジア、もう世界中に売れます。でアメリカ Amazon に出して、アメリカ eBay に出してもいいですし、まあ、それぞれの国の、eBay に出してもいいです。で日本やアメリカではね、簡単に手に入るものが、ある国では入手困難な商品があると、まあ、そういうものなんか割と狙い目ですね。でただ、購入者の大半が、商品に対する、十分な知識を持っている場合が多いんで、こちらが商品知識がないとですね、質問来てもやり取りできないというようなねことになるんで、十分な商品知識ある商品、まあ、せめて興味を持ってね質問来たら調べられる商品を扱うのがおすすめです。それとね、Amazon よりも、まあ、だいぶ緩やかなんですけど、それでも扱えない商品が結構あります。まあ、これね、文末に出しておきますんで、チェックしてみてください。一部 Amazon でもね、出せないです、それらの商品は。それと、まあ、最大の特徴はですね、Amazon と違って、出品、ある程度出品するまで、ある程度取引ができるようになるまでに、時間と手間がかかるということがあります。ですので、私は転売始めての方にはですね、まず Amazon で、実際に売れて儲かると、売れるんだというのを体験してもらってから、eBay で売ってもね、割が合うような商品は eBay に進むというような手順で教えています。また、どの商品がね、Amazon 向きで、どの商品が eBay 向きか、まあ迷ったらですね、お気軽にご質問ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。